どうもヘルマンチャンネルです。今回ね、今映ってるのこれですね、アカメアマガエルっていうやつなんですけども、まあ見てもらえばね、分かる通り、まあ本物ではないですよね。最近ね、ちょっとガチャガチャをしまして、そこでねゲットしました。まあ、どうなんですかね、まあ、そこまでリアルではないですよね。まあ、パッと見ね、ちょっとねこんな感じで置いててもちょっと作り物にね見えちゃうので、そんなにリアルではないんですが、まあまあいいですかね。これね、1回ガチャガチャ確か400円だったと思います。結構高いですよね。これですね、このガチャガチャ、生きもんっていうやつですね。のまあこの一番メインのやつなんですかね、アカメアマガエルってやつだと思います。この他にはね、裏面でウーパールーパーのキーホルダーみたいなやつと、ベルツノガエルとかね、まあこういうのがねあります。全8種類で1回400円、うん、これですね。はい、こちらね、今うちのイモリウムですけども、まあこの中にね、今日ね、まあ撮ったガチャガチャで撮ったね、アカメアマガエルを入れていこうかなと思います。まあね、置く場所もないんで、まあこの陸地のところにね、ちょっとね置いていってみようかなと思います。まあ今ねイモリね、こんな感じでいますね。でも結構ね物陰に隠れちゃって、今中にね、全部で8匹いるんですけども、結構ねこういう岩場というか木のね隙間とかね、こういうところに隠れて入っちゃってるのでね、普段あんまり見当たらないですね。で今回ね、メダカをね5匹ぐらい入れるようにしてます。こんな感じでメダカもね5匹ぐらい、1匹どっかはちょっと行っちゃってますけど、5匹ぐらい入れてますね。まあもしかしたらね、食べられちゃうかもしれないんですけども、まあイモリの口の大きさから見てね、ちょっとメダカ食べるのは難しそうな気しますけどね、大きさと機械を見てね。あとね、今出てきてないんですけども、この流木とかのね裏側とかにはねエビが3匹ぐらい、ヤマトヌマエビですかね、ヤマトのがね、3匹ぐらい中に入ってます。まあ、今現状のイモリ水槽、まあ、イモリウムこんな感じです。まあ、ここにねガチャガチャで取った置物を入れていきたいと思います。はい、こんな感じでね、ちょっと端っこの方にね置いてみました。まあこういう風に置いてもね、あんまり本物には見えないですけど、まあとりあえず、まあ、イモリとかのね邪魔にもならないと思いますし、まあこんなところにねとりあえず置いとこうかなと思います。まあたまにねイモリね、ここの陸地にも上がったりはしてるんですよ。まあ、あんまりねこっち側に上がることはないんですけども、まあ基本ねあんまり陸地に上がってこないですね。まあでもね、たまに登ってる時とかはあります。まあ基本はね、こういう水場のところに入ってますね。今ね、手前の方にイモリ寄ってきてますけども、まあ人がね、近づいてくると、ここでいつも餌あげてるので、まあこの辺にね、寄ってくるような感じですね。はい。イモリウムのね、途中経過も含めて、まああとはね、今日ガチャガチャでゲットした、アカメアマガエルを設置したということで、今回はイモリウムのご紹介をさせていただきました。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。